サムスン城は、岡山県三鷹市名美にある日本の城石。三鷹市指定史跡、五島市の居城。三鷹に侵攻した浮田市によって攻められ、落城。山に屋敷を設けた山城と思われ城の東側は、吉野川が流れる。現在、屋敷があったと思われる整地された場所などが残る。この城のある山を、サムスン山と呼ぶ。一番有力なのは、 山の峰が三つに分かれていることからその名前がついたと言われる。天正七年四月下旬、信原影光が率いる浮武の軍勢は、茶臼山城など拠点を落とし、後藤勝元の守りの拠点の一つであった、倉掛山を目指した。一方、サムスン城にいた後藤家の安藤相馬と南馬俊介、柳沢太郎兵衛らは倉掛山に来る浮武の軍勢が大軍であることを知り、 軍議を開き一計を巡らした。蔵掛り山に押し寄せる敵を前後から攻撃することにし、後藤久本、小坂田地仙、下山正武、浦上影行きの4人を蔵掛り山の援軍として差し向けた。4人は手勢を連れ荒木田村三山に潜み浮岳の軍勢の背後に回った。援軍を送ってから3日過ぎないうちに、浮田勢は3回田村に押し寄せた。 まるでクジラが波を立てる勢いであったという。四人はそれより先に倉掛かり山へ入城し浮田勢を迎え撃った。前後より攻撃を受け浮田勢は佐世村まで退いた。それを四人が追悼し、影光の老頭十七期を打ち取った。後藤久本は影光と切り合い、影光に深手を負わせた。浮田勢は以前、村鳥が山まで退いた。 後藤久本は影水を打ち漏らしたのを悔しがった。後藤勢は倉掛りの城に火をかけて撤退した。浮田勢は鳥ヶ山まで退いてからすぐに、四人がいない、サムスン城へ攻め寄せた。しかし、四人がサムスン城へ戻り戦い浮田勢を退けた。浮田勢は鳥ヶ山に退却した。その後、影光は和田助郎と相談し鳥ヶ山を勝間という名前に、 して籠城した。そのうち、浮きた直家の元から西尾文五郎が火星に来た。影光は、湯野郷村長工寺の住職を招き入れ、後藤家に内容するものを探すように頼んだ。そして、住職に親しい安藤相馬が内容することになった。影光は大軍をもって、サムスン城に再び攻め込んだ。兵が少ないながらも、後藤勢はよく耐えた。戦いも半ばに差し掛かった頃、 ついに、安藤相馬が、木内より火をかけ裏切りをした。それを合図に、浮田勢は、より激しく攻めた。西の丸を130機で守っていた、南馬俊介と、柳沢太郎部守るは城を出て荒木田へ退いた。しかし、浮田勢に追悼され戦っていたが、手傷を数多く負っていたのでこれまでと思い両名とも、自陣した。柳沢太郎部へ十三歳。 南馬つけ四47歳であった。大将、かつはじめは老頭ら27騎を引き連れ城を落ちていった。しかし、入田中山村あたりで追ってきた浮田勢の大軍と戦い、なお落ち延びて幼い村の陰坂まで来て自害した。サムスン山には、宗国寺という寺があった。元気、天正の頃、浦上宗影が国中の平乱を憂えて、妖怪の地である、サムスン山に父である。 浦上隆四国の墓を築いた。そして寺を建て父の字を挙げて、総国寺とした。その後、寺は倉敷に移したが残っていた建物は、うっき氏がサムスン城を攻めた時、城郭と共に灰となった。ありがとうございます。